その日、私と香織はリナの家に呼ばれたんです。いらっしゃい。お邪魔します。どうぞどうぞ。お邪魔します。今日お父さんたち旅行行ってるから気にしないで。あ、そうなんだ、うん、お母さんとお父さん仲いいの？普通かな。そうかな。何よ、急に呼び出してひょっとして恋バナ？え、彼氏でもできた？違うわよ。これ、お、新しいゲーム？うん。あ、私知ってる。これってもしかして？そうそう。何？呪いのゲーム。何？黒い服の女に取り憑かれるんだよ。もうやめてよ。ページ、ま、ページ、ページ、あ、これか。あ、これじゃない？うん。あ、おお。変装。また変装で、こっちにいる。なんかいた。なんかお化け屋敷にいるみたいな。あ、いるみたい。あ、ぽい。あ、これかも。これ後ろにいる。後ろにいる。待って。あ、いた。あ、いた。あ、一瞬。あれ、え、なに、何かいる。この音が鳴ったらちょっとできてる。あー、いくよー、せーの。あー、出てきた。なにキリッといい。あ、え、やばい。え、何これ。2人撮れる。はい、チーズ、はい、うわー、あ、2人撮れる。やばい。すごくない？何これ、すごい。なんか映ってるよ。なんだろう。どうかした？うん、別に。あ、さっきの後ろに黒い服を着た女が立ってる。やめてそうだよ。楽しかった。ありがとう。いえいえ、結局何も出なかったけどね。当たり前だ。バイバイ。リナ一人で大丈夫？大丈夫よ、もうすぐお兄ちゃん帰ってくるし。じゃあね。じゃあね。バイバイ。バイ。サキ、早くしないと置いていくよ。うん。ああ、やっちゃった。これちょっと濃すぎかな。学校やばいかな。あ、お兄ちゃんおかえり。お兄ちゃん？お兄ちゃんでしょ？お兄ちゃん？お兄ちゃん？お兄ちゃん？あれ？あのゲームで遊んだ次の日、リナが学校を休みました。リナ、風邪かな？連絡もしないで。それとも、それとも黒い服の女に襲われてたりして。え、だったらどうしよう。
さっき、そんなわけないでしょ。だよね。おかしいな。いくら風邪でも私の携帯ぐらい出てよ。もうやっぱりなんかあったのかな。そんな心配なら今からリナんち行っちゃう？うーん、どうしたの、行こうよ。あのね、香里、あんた昨日見たような気がするの。見たって？何を？それが、あ、リナだ。何これ、どういう意味？ずっと待ってた？あ、もしかしてリナ近くにいるのかも。だったらなんで顔出さないの？もうめんどくさいな。よし。ねえリナ、いるんでしょ？どこなのよ。リナー、リナー、リナー、もうリナー、いるなら返事してよ。リナー、あ、またリナだ。これってこの公園じゃない？私たちが映ってるの？リナ、やっぱりこの公園にいるんだ。どっから撮ってるのよ。リナ、いるの？リナ、何よ。何よ、ふざけないでよ。いや、やめて。いや、私たちは黒い服の女に気に入られてしまったようです。妹の身にそんなことが起こっているなんて、その時は考えもしていなかった。リナ、リナか。お前どこ行ってたんだ。心配してたんだぞ。リナが、リナが、リナが、リナが黒い服の女に取り憑かれたって、そんな話。そうとしか考えられないんです。あのゲームで遊んでから、あのゲームの中の黒い服の女がリナに。これリナですよね。おかしいと思いませんか？黒い服の女になってしまったみたいで。それにこのメールを見た香織が急に怖がって走って。分かった、そのゲーム探してくるよ。ちょっと待ってて。
これのこと。ここどこ？わかんない。このメッセージって。リナがない。どうして？リナがいる。なんで？リナ！聞こえないよ！リナ！リナ！リナ！Oh, people.